香港、法治や自由などの社会指標が過去最低を記録中国と EU の首脳会談結果なしなぜ米国の駐中国大使が早めに離任改官用大家好今日9月16星期三欢迎收睇疫情最前線 15日香港民意研究所が行った最新の世論調査によると市民の自由繁栄法治安定民主の5つの社会指標に対する評価がいずれも10点満点の5点以下となり1997年の記録開始以来最低となりました5つの指標の中最も評価が低かったのが法治でその次が民主安定自由 反映となっています次のニュースです中国と EU の首脳会談で EU が習近平総書記に圧力をかけました14日中国と EU はオンライン形式で首脳会談を行いました今回の首脳会談の最も重要な議題は今年の投資協定を交渉することでしたしかしかつての協力の場としてではなく今年は相違が目立ちました EU は貿易香港人権中共ウイルス南シナ海などの議題において習近平総書記に圧力をかけ中共が国際公約を遵守していないと非難しました首脳会談で欧州理事会のミシェル常任議長は習総書記に EU は再び中共に利用されることはないと伝え中国と EU 間の公平な貿易関係を要求しました ミシェル常任議長は記者会見で EU はより公平な貿易関係とよりバランスの取れた EU ・中国間の関係を望んでいるそれは互恵関係と公平な競争を意味すると語りました欧州委員会のフォン・デア・ライエン委員長は記者会見でもし中共が年内に協定に署名する価値があることを EU に感じさせたいのであれば 互恵的な市場開放などの分野で譲歩しなければならない我々は中国側の市場アクセスと貿易障壁の撤廃問題に真剣に対応していると述べましたドイツのメルケル首相は記者会見で投資協定の進展に向け中国側に圧力をかけたと述べ 中国との協力は互恵主義や公正な競争といった一定の原則に基づく必要があると指摘しました首脳会談ではもう一つの重要な問題中国の人権問題にも言及されました EU の指導者は香港や新疆などでの中国の人権問題の深刻さについて習近平総書記にはっきりと指摘しました メルケルケ首相は会談後 EU は習近平と香港や少数民族問題について話し合ったと示し EU は人権問題について中共との対話を続けると述べましたミシェル常任議長は EU は香港国安法に対して重大な懸念を抱いていると述べ香港の民主に関する声が聞こえ権利が守られ自治が保障されるべきだ これらは EU とその加盟国が合意した答えだと示しました EU はまた中国に対し新疆やチベットの人権問題および中国の人権活動家やジャーナリストの処遇に対する懸念を改めて表明しました中共ウイルスの議題において EU は国際協力の重要性を強調し中国側に協力を促しワクチンの開発だけでなく ウイルスの起源を突き止めることも重要だと指摘しました習総書記は会談後の会見に参加せず双方は共同声明も出しませんでした中共メディアは中国の内政に干渉するいかなる国にも断固として反対するとし中国は人権指図を受け入れないと報じました 首脳会談の前日、ドイツのニールス・アネン外務省国務大臣は、ドイツの主要な日韓商業経済誌、ハンデルスブラッドのインタビューを受け、中共に対して異例なほど鋭く批判しました。中共が国際的な政治紛争や領土問題で挑発し、香港の人権を侵害していると非難しました。 またドイツは 5G ネットワークの構築にファーウェイなどが参加することを禁止しなければならないと示しましたドイツメディアの評論によると現在ドイツは中国に対する融和政策を変えておりかつ欧州全体の中国に対する政治的転換の風緑となっているといいます次のニュースです 米中関係の悪化によりアメリカの中国大使が退任したとみられていますアメリカのテリー・ブランスタッド駐中国大使が突然10月に退任することを発表しました中国外務省の報道官は発表について知らされていないと述べましたポンピョ氏はツイッターにブランスタッド氏の功労に謝意を表し米中関係の結果を重視し 的で公平ななもののとなるよう近郊の取り戻しかし誰が次のアメリカ駐中国大使に就任するかについては言及しておらず多くの疑問が残されていますオックスフォード大学の国際関係学のワン・ハオ教授によると新大統領がもし駐中国大使を任命するなら上院の承認を得る必要があるため 早くても来年の春になりますこれはアメリカに半年以上も中中国大使がいないことになり、米中外交の実質的な格下げにつながります。現在、米中の緊張が高まっている関係を考慮すれば、アメリカの臨時代理大使がどれくらい代理できるかは未知数です。別の分析では、 これはアメリカ側が完全に分断を意味する重要な合図かもしれないとの見方もありますアジア協会の米中関係センターの会主任が「ボイスオブアメリカの独占インタビューを受けた際にブランスタッド氏の退任は中国に関与する政策が完全に死んだことを示すもう一つの兆候だと答えました甲斐氏はブランスタッド氏は大使に就任する際 北京との間で何らかの進展を達成できると希望を持って北京に行ったトランプ大統領でさえも希望を持っていたブランスタッド氏は習近平を知っていたので確かにいい人選だったしかし全てうまくいかず完全に悪化した米中関係により破壊されたと述べました次のニュースです 習近平総書記は100%毛沢東の逃走壁を受け継いでいでますラジオフリーアジアは14日亡命作家の江晋氏が執筆した「習近平は毛沢東の闘争癖を100%受け継いでいる」という記事を掲載しました。 記事によると、最近の習近平は、続けざまに言い間違えたり、しゃべろうとも黙ろうとも、闘争という言葉ばかりを口にしている印象を外界に与えています。記事では、政治評論家の張傑氏の観点として、理論上、これは習近平と中共の偉大な功績をおだてる祝賀会だが、 一万字近い原稿の中で習近平は31回も闘争について言及したと引用されています毛沢東がかつて言った「天と戦いてその楽しみは尽きず」「地と戦いてその楽しみは尽きず」「人と戦いてその楽しみは尽きぬ」という言葉は「闘争が毛沢東の生涯を一貫しており」 中国に尽きることのない災難と苦痛をもたらした証明だと張潔氏は示しました張潔氏は習近平が闘争に熱中している原因は全体主義の赤色帝国を築き恩師である毛沢東を追い越し人類の赤い太陽となることを望んでいるからだという見方を示しました最後のニュースです 貿易表彰式終了後雲南省の宝石の都市で中共ウイルスが蔓延し市が封鎖されました中共は貿易表彰式を開催したばかりですが雲南省では中共ウイルスの感染が拡大しています雲南省衛生健康委員会は9月14日雲南省瑞麗市で海外からの輸入型感染者2名が出たと発表しました ミャンマー籍の女性ヨウさんは9月3日に3人の子供と2人の保母を連れて雲南省に密入国しヨウさんのお姉さんの家に住んでいました9月10日ヨウさんは陽性と診断されました現在すでに成人3名が検査で陽性と確定され当局はその濃厚接触者190人と小型住宅地に住む1560人を全員隔離し 封鎖式管理を実施しています同時に雲南省の国境では14日午後10時から1週間瑞寧市を封鎖し15日朝から大規模な拡散検査を実施するなど戦争状態に陥っていますネット上に投稿された動画には防護服を着た医療スタッフが人々に検査を行っている様子が映っています瑞寧市は宝石の取引市場であり 翡翠のビジネスには10万人以上が従事し数万人が店を開いていますが現在取引市場全体が封鎖されています地元の宝石商は大紀元記者に対し毎日基本的に10万から20万人がここで翡翠を取引するため市場を歩き回っていたが今は全て封鎖されていると語りました 今日嘅疫情最前线就到呢度，多谢各位收睇，守护真相绝对唔会放弃，我哋嘅坚守需要大家大力嘅支持，更加需要大家订阅我哋嘅新闻。我系 Sec，下次再同大家见面。